you later. The BMW as well. And if you're, first of all, I would like to say this is caused by disseminated of micro radioactive materials. それによって、起こっている内部被曝の一つ、福島原発の大量のほとんどが漏れまして、the second, careless decontamination, もう一つは、クリーンアップオペレーション。the third, contamination of natural resources all over Japan. 日本中の自然資源が放射性の物質を含む瓦礫を地方自治体が焼却したことで、日本中のが汚染されたということ。そして4つ目は、政府の食品占領基準が緩すぎるということです。次のスライドです。こちら、これは海洋汚染のマップです。近い未来にこの汚染は米国にも届くと予測されています。東電はこのデータを、次のスライドでお願いします。この東電はですね、これらの汚染水を海洋に放出いたしました。昨年12月6日にストロンチウム90ですね、失礼しました。これが260億ベクレル、海洋に、放出されたわけです。この東電はその汚染物質を海に捨てることを決断したわけです。次のスライドお願いします。子どもをいかに守るかという話ですが、子どもの内部被曝、胎児と特に胎児と幼児に関する内部被曝のリスクを、測らなければなりません。そして実際に健康障害が汚染地域でもうすでに起こっているわけです。また汚染地域から市町村が、汚染地域からの避難が求められています。ここである症例をご紹介したいと思います。小さな、子どもの胎児のケースです、症例です。この胎児は、放射性粒子によって福島から放出された、放射性粒子によって郡山市で、汚染を受けました。その、子どもは心房心室中核欠損という、疾病を、患うことになりました。このセプタという、心房心室中核はですね、5週間目で開き6週間目で閉じるものです。もう一つ心臓血管のお話を、例を挙げますと、2人の、高校生が急性心不全で昨年夏亡くなりました。次にこの、スライドですけれども、これは甲状腺の、超音波検査によって、甲状腺の嚢胞が見つかったという、情報です。この研究を行ったの、調査を行ったのは山下俊一教授です。
山下教授は福島県の子どもたちを診察し、そのデータを公表したわけですが、35% の、子どもの中で、嚢胞を、発見したわけです。しかしですね、長崎エリアでは 0.8% に過ぎなかったわけです。しかし山下教授はこの 35% なんて問題ないとなどと言っているのです。市民や活動家は子どもを放射能から守る全国ネットワークというものが、昨年7月に作られました。多くの共同、自治体でこのようなネットワークが作られています。福島市の市民放射能測定ステーションというものがまず福島県で設立され、現在では多くのステーションが日本全国で活動しています。丸森さんと岩田さんからの発表が後にあると思います。市民の放射能測定センターですが、その様子を写した写真です。これは二本松市のセンターですね。次のスライドです。こちらでは米や豆、ニンニク、そしてなどを検査しているわけですが、ある日、粉ミルクを明治乳業の粉ミルクを検査したところ、50ミリシーベルトの1キロあたり50ミリシーベルトがの放射性物質が見つかりました。そして、明治乳業はそれを回収することになりました。さて、この郡山市では、汚染地域から就学児童を疎開させようという疎開裁判が行われました。2011年クリス・バスビー教授、そして澤田教授、矢ヶ崎教授と私自身ですね、みんなである裁判に、専門家としての意見を述べました。これは郡山市、福島県郡山市の14人の子どもたちが集団で、政府の資金を受けて、集団で疎開したいということを求めた、裁判でございます。これは今上告しています。私どもの、活動についてもう一つご紹介したいと思います。アンジェロ・バラカ教授、イタリア人の非常に有名な物理学者でいらっしゃいますが、日本に昨年いらっしゃいまして、イタリアのビローリファレンダムについて、特別講演を行われました。岐阜県の、広島の市民と科学者会議で、講演を行われました。2011年、10月12日に東京で行われた、国際市民科学者会議ですが、ドイツからいらっしゃったヒューベイル教授とアイヒホーン教授が、講演を行っていただきました。そしてこれがその国際会議の模様なんですが、市民科学者会議ですね。
市民は、科学者と、協力して自ら判断をしなければならないというのは、東電も日本政府もこのリスク、被曝リスクを小さく見積もりすぎているからです。そしてユーリ・バンダジェフスキー教授も日本に来日されまして、講義を行っていただきました。そして私ども現在ミシェル・フェルネ教授と共に協力いたしまして講演の準備を進めています。私、これ私が出版した本でございます。見えない恐怖、放射線内部被曝という本です。福島事故の1年前に私はこの本を、この内部被曝についての本を執筆を始めました。本が出たのは福島事故の、少し後になります。この本の中でさまざまな内部被曝の例を取り上げたんですが、現在ここでお話ししたい一つの例はですね、第五福竜丸という漁船の乗組員の被曝のケースです。これはマグロ漁船でした。それがですね、米国の水爆実験、これが1954年マーシャル諸島のビキニ環礁で行われました水爆実験の結果として、被爆したものです。そして乗組員の2004年時点で、この乗組員の 56.5% が死亡しています。平均年齢は 52.2 歳。そして 70% が、がんに罹患しています。実はこの時、ほぼ1000隻の船に2万人の乗組員が、いたわけです。しかしこの、被曝の事実は、隠蔽されました。2万人の、マグロ漁船の、船員漁師がいたにもかかわらずです。これは深刻な事態です。日本政府はこの船員たちの尊厳をですね、もうわずかな賠償金と引き換えにしたわけです。通訳ありがとうございます。それでは高知県の高校生がこの、被爆について、船員の方からお話を聞き、ビキニの海は忘れないという本を出版しました。これは1988年のことです。当時、若かった大石又七さんという、この第五白龍丸で被爆された船員の方がいらっしゃいます。その大石さんの書かれた本が現在ここに出ております。現在英語にも翻訳され、手に入れて入手されて読むことができます。次のスライドに、ありますのが前田哲郎さんという方の書かれた隠された被爆者という本です。これも非常に重要な本です。
次のスライドお願いします。私どもが、市民と科学者の内部被曝問題研究会という研究会を、設立いたしました。これ ACSIR と頭文字を取って、呼ばれております。これは放射能が人体に及ぼす影響を実際の被曝のデータに基づいて考えようという委員会です。これは例えばですね、核兵器ですとか核原子力推進派などの政治的な意図に惑わされることなく科学的な事実を基礎にしようという研究会なわけです。そしてこの現在必要とされておりますのが福島の事故の影響をこの科学的に、そして市民の手で対応していかなければならないということなんです。そしてこのこういった状況にありますので、市民と科学者が連携いたしましてですね、この内部被曝に特に重点を置いた被曝について研究する委員会を作ったわけであります。この内部被曝問題研究会に関しまして、いくつかこの、お願いといいますか、が寄せられました。それはですね、この日本政府とその専門家たち、御用学者たちはですね、この検出しやすいガンマ線を主に測っているわけですよ。ところが、内部被曝という点に関しましては、ベータ線やアルファ線の方がずっとガンマ線よりも、影響が大きいわけです。日本政府も、東電もこのような同位体を、例えばですね、ベータ線を出すストロンチウムな90ですとか、アルファ線を放出するプルトニウム239といった同位体全く測っていません。ですから、故意にこの内部被曝の健康に対する影響を無視しているというわけです。この表はウクライナ、ベラルーシ、そして日本の食品におけます、おける、放射能レベルの線量の限界、線量制限を、の示した表なんですけれども、ちょっとこの表が日本語でまだ申し訳ないのですが、この放射性物質ですね、これが水の中に含まれてもいいと言われている制限線量が、ストロンチウム90がですね、ウクライナでは2から、失礼しました、ウクライナでは2、そしてベラルーシでは 0.37 でした。ところがですね、日本政府はストロンチウム90の食品における、線量制限はありません。これは非常に深刻なものです。また、セシウム137は日本の食品に含まれてもいいと言われている線量はですね、これは、ウクライナとベラルーシと同じぐらい高いんです。あと1分です。はい、山下教授は福島県の県民たちに100ミリシーベルト以下なら安全だなどと言っています。このヨーロッパの中では、彼をミスター100ミリシーベルトという呼んでいる人がいるくらいです。日本政府は、除染すれば20ミリシーベルト以下であれば、汚染地域に戻って、そこで暮らしてもいいと言っています。このような、政府によるプロパガンダは、ゆっくりした殺人とでも呼べるものです。最近非常に重要な、調査が放射線永久研究所から出されました。被爆者の、死亡率
についての1950年から2003年にの間でのがんとそのがん以外の病気についてです。この推測される最低線量の範囲、これが固形がんですね、固形腫瘍、これがこれの比較リスクは 0.2 グレーの間でした。そして線量の識値がないということは、つまり識値は存在しないということを示唆しています。つまり識値として考えていいのはゼロなんです。日本政府と東電の責任については、彼らは責任を負うべきです。彼らが責めを負うべきです。少しスライドを飛ばしていきますが、今非常に必要とされていますのが、1985年に、こういったこのドイツ語の言葉を言ったドイツの人がいました。安全な食品が日本では大変求められています。そして健康診断 と、命を救うことのできる薬、これらが緊急に必要とされています。最後に、強調しておきたいと思いますのはクリアランス制度の廃止です。そして、予防原則を、議論しなければなりません。どうもありがとうございました。量です。3分だけしかありませんので、皆様には発言は みんなには発言はしていただけないと思いますけれども、1日を通して討論の時間を設けておりますので、少し我慢していただければと思います。山下さん教授がおっしゃったのは、これはゆっくりとした殺害だということですが、ですけれども日本ではその子どものウルトラスキャンをしないようにというような指示がされているようです。例えばこのシンポジウム、それから福島のプロヘルスユニバーシティ昨年の9月11日、そして今すべての医師に福島の話を話せないようにという勧告が出されているようので、そのような話をしていただきまして、どうもありがとうございました。それからドイツの IPPW からニュースがあります。 JPPW 日本の JPPW が放射能恐怖症というものを受け入れているということです。で、人がそのような恐怖、それから心配、実際の被害ではなくて恐怖、それから心配から患っているということです。 IPPN の8月の25日の大会でこれを受け入れるという予定になっています。私はそこに出席してこれに立ち向かう予定でおります。あともう2人